バラエティープロデューサーの角田陽一郎です。24のキーワードで丸分かり、最速で身につく日本史の著者です。この YouTube 動画では、最速で身につく日本史を5分で分かる日本史として解説していきます。第11項、発見の話。皆さんは日本人のイメージについてどんなものを想像しますか？外国人と比べるとなんとなく謙虚で、奥手で、誠実でという印象があるかもしれません。しかしそんなイメージは時代とともに変わることもあります。戦国時代は日本の国内で動乱が100年以上も続いた時代でした。日本史の中で稀な熱狂を感じるその時代は、小説やドラマやゲームなどでよく描かれていますよね。そんな熱情の時代はどうして起こったのでしょうか？それは民衆の熱量が力を持てるようになった時代だとも言えます。今までの数々の権威や名目で隠されていた実情や不条理が発見されることにより、それらが薪になって燃え盛り、その熱量が時代を変えていったのです。室町幕府の6代将軍足利義教が1441年で亡くなると、7代義勝、8代義政は幼少のまま将軍職に就き、幕府は守護大名の勢力争いの場になります。共に政府の実力者だった細川勝元と山名宗全が闘争するようになるのです。そして1467年応仁元年に応仁の乱が勃発します。この大規模な戦乱に各地の守護大名も参加しました。応仁の乱では京を中心に11年に及ぶ戦乱が続いたため、京都は焦土化して寺院を多く焼失しました。ちなみに現在西陣織で有名な西陣という地名は、西軍が陣取った場所が由来です。応仁の乱の長期化は室町幕府の威信を低下させました。全国各地で戦乱が起こり、それに合わせて農民の一揆や地方の黒人大名が京にいる間の不在をついた寝返りなどが頻発すると、京都に集まっていた諸将は危機感を抱き地方の領国へ帰ったため、京都での戦いはなんと自然消滅してしまったのです。つまり応仁の乱は勝者も敗者もなかったのです。こうしてそれまでの秩序や身分の崩壊が起こります。地位や役職に関わらず実力によってのし上がれる時代が訪れたのです。このような風潮を下克上と言います。応仁の乱を経て領国に戻った武将たちも、幕府の権威で成立していた守護大名だったので、その後ろ盾を失い急速に没落していきます。やがて地方の黒人たちや実力のある者はどさくさに紛れて勢力を自国に根付かせるのです。こうして登場したのが戦国大名です。全国で戦国大名同士が争う戦国時代に突入したのです。そしてこの間に農民たちの一揆は勢力を増して大型化し、国自体の守護大名の排除を目指すような国一揆も起こります。例えば1485年の山城の国一揆では、山城国の黒人たちが大同団結して守護だった畠山政長義弘を追放、8年間にわたって自治を行いました。また1488年の加賀の一向一揆では、一向宗の信者が中心となって、守護だった富樫正親を追い出し、その後なんと100年近くも自治を行いました。さらに全国で自治都市が生まれました。特に港町や宿場町が産業の流通とともに栄え、堺と博多の商人は日民貿易で儲けて大富豪化します。戦国大名と武器や商品の取引で渡り合うような豪商も現れました。堺では織田信長の支配を受けるまで36人の江郷衆による自治が行われていたのです。また仏教界では鎌倉生まれの新仏教が武士や農民、商工業者の間に広まり、その信仰を信奉する教団と化しました。浄土真宗は北陸で信者を増やし、一向一揆を行い自治権を獲得します。また8世法師の蓮如は大阪の石山に石山本願寺を開き、戦国大名にも劣らない一大武装勢力となりました。つまり武士が戦国化しただけではなく、農民も商工業者も僧侶も戦国化したのです。それは自分たちが自分たちの力を発見したことでもあり、自分たちで生きようとする時代の方がとも言えます。日本各地に現れた戦国大名の特色は、それまでの身分や地位にとらわれないことでした。例えば北条早雲はもともと室町幕府の皇位についていましたが、応仁の乱で荒廃した京を捨てて東国に下ります。衰えた鎌倉公方やそこから分裂した堀越公方を滅ぼして伊豆を奪い、やがて小田原を本拠とする関東を支配する北条家の祖になりました。このような戦国時代の統治方式を文国支配と呼びます。各戦国大名は家臣団を従え独自の家法を定めました。また戦国大名たちは大量に兵員物資を集めるために交通の用地に城を築くようになります。そこに商人や職人を集め城下町が形成されていくのです。つまり中央集権化した政府ではなく、各領国内で各大名が自治と軍事強化と産業の振興を図り、自国の勢力を増すために近隣の大名と反目や裏切りや同盟などの合唱連行を繰り返し、数々の合戦を行い、規模の拡大縮小を繰り返しながら、やがて全国統一の野心を持った有力大名がその夢をかけて全国統一ゲームを繰り広げるのです。これを群雄割拠と言います。この時代には数々の戦国武将が誕生し、私たちが小説やテレビドラマ、映画やゲームなどで慣れ親しんだ数々の逸話や武勇伝が生まれてくるのです。